こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。島国日本でも近年重要視されているのが離島奪還作戦でしょう。有事の際、占拠された離島を奪還、自国防衛の要となるでしょう。では、日本がどれほどの装備品や訓練などをしているのか、見ていきましょう。日本の底力を見ました。2020年8月24日から9月10日の全18日間にわたり、札幌に方面総監部を、沖、北海道全域を担当する陸上自衛隊北部方面隊の部隊を中心とする大規模軍事演習が実施されたことが報じられた。今回の演習には、北部方面隊の4個師団、1旅団並びに東北方面隊や、大港基地所属の海上自衛隊や航空自衛隊の北部方面隊、そして、陸上総隊所属の水陸機動団も加わるものとなった。これら陸、海、空自衛隊からの合計の参加戦力は、人員数約1万7000名。各種車両約5000両、航空機約30機と公表されており、開催場所こそ、北海道であるものの南西諸島の島嶼防衛を想定した内容だ。これまでの北海道での演習といえば、戦後長らく仮想敵国とされていた。旧ソ連、現ロシアの上陸を阻むための内容が想定されていたが、今回から大きくその内容を変質させていると言えるだろう。今回の演習では、旭川に駐屯している陸上自衛隊第2師団が離島を防衛する。シナリオや水陸機動団が敵に占拠された離島に侵攻する。シナリオなどが用意され、より実戦に即した想定下で実施された。中でも注目度が高いのは、2018年に創設された陸上自衛隊の水陸機動団であり、これまで長崎と鹿児島の限定的な地域でしか水陸両用の演習を行えていなかった同団が参加した点が大きい。日本の国土の中で比較的大規模な演習地を確保できている北海道は、南西諸島の防衛を考えた場合には、地理的には真逆とも見えるが、今後は北海道を拠点とする北部方面隊の展開も視野に入れている。水陸機動団は、2020年9月現在、第1水陸機動連隊と、第2水陸機動連隊の2連隊が編成されているが、第3連隊を北海道に配置する案もこれまでに出されており、実現すればこうした演習など、利便性は高くなるだろう。現状第1水陸機動連隊、第2水陸機動連隊、ともに約660名の人員から、構成され、各連隊内部の編成は本部中隊、AAV 中隊、ヘリボーン中隊、もしくは、ボート中隊からなり、強襲揚陸作戦を担う。今回の演習にも、これらの中から、水陸両車両、AAV-7 が参加しており、これは、製造国のアメリカで、通称、アムトラックとも呼ばれている。水陸両用の装甲兵員輸送車だ。水陸機動団では、この水陸両車両 AAV-7 を2013年度から、
2017年度までの予算で合計58両調達を行っているが、同車両自体の設計は1970年代まで遡る旧式なこともあり、新型車両の検討も始まっている。水陸両車両 AAV-7 の開発国であるアメリカも代替車両 EFV の開発に着手したものの、予算不足もあってか2011年に一旦停止され、現状は防御用のセラミック装甲を追加した AAV-7SU を運用している。日本もアメリカに倣い、 EFV を AAV-7 の後継車両に考えていたため、同軸代替は保留されたが、アメリカのジェネラルダイナミック社と三菱重工業の新型水陸両用車の共同開発が報じら始めている。またこれと並行し、イギリスの軍事産業大手の BAE システムズも同様の水陸両用車両ACV1.1 の開発を行っており、2018年6月にはアメリカ海兵隊がこれを調達すると決定、三菱重工業とも協議中と伝えられている。このため水陸機動団でも近いうちに水陸両用車両 ACV1.1 を採用する可能性が非常に高いのではないかと現状からは推察され、ライセンス生産などに発展するのものと思える。また水陸機動団は航空輸送用に CH-47J ヘリコプターを保有しているが、日本では欠陥機報道が一時は蔓延したものの、V-22 オスプレイの導入もすでに決定し、配備待ちの状態となっている。こうしたアメリカ海兵隊と同様の装備、水陸両車両 AAV-7 や V-22 オスプレイを持つことからも、日本の報道上ではしばしば水陸機動団を日本版海兵隊と表現しているがどうだろう。アメリカは大型の強襲揚陸艦アメリカ級を2隻保有、1隻建造中。毎級のワスプ級を8隻保有、ドック型輸送揚陸艦。サンアントニオ級を9隻保有、2隻建造中に加え、ドック型揚陸艦も12隻を保有している。これらに圧倒的な航空戦力と海軍による上陸用集艇まで複数備えているのがアメリカであり、一口に装備の一部を見て日本版海兵隊だと持ち上げるのも危険視するのも早計だろう。何よりもアメリカ海兵隊と異なり、戦後の日本には実戦経験がない上、そもそも自衛隊員が敵と重火を交える場合の法的な後ろ盾が欠如しており、政治的にしかその解決は図れないと思われる。それを考えれば、南西諸島ことに尖閣諸島への中国の侵攻が予想される現在、尖閣諸島を占有されてしまえば武力での奪還など非常に難しいと言わざるを得ず、水陸機動団は事前の抑止力として捉えるべきかもしれない。